どうもナミさん、お疲れ様です。ご主人方のセルフケアありがとうございます。こうやってねやっていくわけなんですけども、今ね肩からこの辺りの痛みとか、それから肘あたりのね痛みにどんどんね広がってきたような感じですよね。で普段私生活では何でもないんですけども、やっぱりね服を着る時の痛みってのがかなり顕著になってきたのと、あとそうですね、可動域が広がってきたんですよ、なぜか。で可動域が広がってきたんで、やっぱりその可動域がね縮まないように、少しずつ動かすようにしてるんですよね。そうするとピリッとくるようなタイミングがあって、でそっからしばらくうずくまるような痛みですね。この前の MRI では筋肉が断裂してるわけではないということだったんですけども、もしかしたらね、ナミさんの言われるように腱にちょっとね傷が入ってるのかもしれないですよね。月曜日に MRI の診断結果とドクターの所見がつくと思いますので、そこでこれからの治療方針を決めていくってことですけども、やっぱその時もね、自分でできるセルフケアはないでしょうかみたいなのを、ちょっとナミさんからいただいた動画を参考にですね、ちょっと打ち合わせてみようかなっていうところもあります。でこういった治療に関しては、いわゆるねクリニックみたいなよく言われる病院療法っていうのがあったり、あとはね民間療法っていうのがいくつかあって、そういったものにも、やっぱりこう救われた方がいると思うんですよ。であと昔から言われるのが、なんか肩に効く温泉っていうのがあるらしいですよね。武田信玄とかもその温泉にこもって養生したとか言われてますけども、その全国旅する中でね、そういった温泉がいくつかあったのを思い出したんですけども、温泉に行ってね1日2日で治るとは思えないんで、温泉にこう泊まり養生旅行に行くっていうのはないと思いますけども、温泉の素ぐらい入れとこうかなと、お風呂にね思っちゃいますね。また腱鞘炎なんですかね、特にそんなに使ってないんですけどもね。とりあえず床屋に行ってきます。昨日行こうと思ったらいっぱいだったんで行けませんでした。白髪もだいぶ出てきたりとか、髪もまとまらなくなってきたんでね。じゃあ行ってきます。ナミさんいつも髪綺麗ですね。はい、ありがとうございます。